台風3号ヤギの清掃活動に外国人が大集結ベトナム北部を襲った台風3号ヤギの後ハノイの保安キエム地区で外国人ボランティアによる清掃活動が行われました数十人の外国人が土曜日の朝地元当局と協力して街路の清掃に取り組みました晴れて暑い天候にもかかわらず 外国人参加者たちは時間通りにハノイ中心部に集まりました防護手袋を着用し倒木の処理や枝の除去など台風の爪痕を消す作業に励みましたこの清掃活動は保安機 M 地区青年同盟と地元の観光会社が共同で企画したものです参加者には ハノイに住む外国人と観光客の両方が含まれていました長期滞在者の思い11年間ハノイに住むジョニーハリスさんはハノイの美しさを取り戻すため早朝からチームで活動に参加しましたと語りました台風の被害の大きさを目の当たりにし第二の故郷となった都市に恩返しをしたいという思いが込められています 観光客も清掃に参加イギリス出身のリビーネルソンさん33歳は台風の強風に不安を感じていたそうです清掃活動を知ると自分をよく受け入れてくれた都市に貢献したいと思いすぐに参加を決めたとのことです予想を上回る参加者数主催団体東バットの代表者ブッキ。ギ 対アンさんは予想以上の参加者が集まりましたボランティアの皆さんは時間通りに来て休憩も予定通りにとるなどとても熱心に活動してくれましたと感謝の言葉を述べています土曜日と日曜日の2日間で約200人の外国人ボランティアが保安キエム地区の清掃活動に参加する予定ですこの活動は ハノイの復興と国際交流の促進に大きな役割を果たすことでしょうこのチャンネルではベトナムのニュースを発信していますチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします